こんばんは。こんにちは。あ、こんにちはだった。ということで、今回はエチエチユナタンとコラボしたいと思います。ユナタンが申請してくれると思うのでそれ待ちなんですけど、みんなありがとう。こんな時間にめっちゃね、大変な時間だと思うんですけど、ありがとうございます。ありがとう。ユナが申請してくれるのでそれ待ちなんですけれども、まあいいか、とりあえず来たら今やってんのかな、言うの。あ、やってる。あ、来た来た。う台風ね、台風みたいなんかさ、梅雨入り、うん、みたいなしたのかな、なんかわかんない。なんかでも梅雨入りっぽいよ。あ、そうなの。うん、したっぽい。だからずっと雨だよ。やっとなの。え、なんか、あ、やっとじゃないか。ずっと雨だよ、こっから1週間ぐらいでしょ。もっともっとじゃない。え、やだやだよ、無理。髪の毛とかさ、弱いから雨に。そう、今日さ巻いたのにさ、もう、うん、嘘、全然じゃ、もうストレートじゃん。巻いた名残なくてさ、毛先だけなんか、うん、なっちゃって、ありゃりゃ、最悪。ありゃりゃ。で、昨日さ千織さんと何喋ったの。え、昨日千織さんとね、うん、あれあれやったよ、えしりとり。うまそう、千織さん。ねえ、言うのも、あ、これ見したっけ。見したよね、中西からの、うん、マジでうまいけど、自分へ似てるし。ちょっと、もうちょっと髪長くして、このここ。いや、これは昔の、うん、昔のやつ。そう、昔の写真見たの、あえて、うん、似てる、だって。何が似てるんだろうね。ね、でも自分今のユナではない、うん、あ、待って、ヒデツーさん ありがとうございます。ヒデツーさんってうん、あれ7,900 ありがとうございます。今日はもうね、ラストなの、配信がね。そう、長かったけどあっという間だったね。ゆうな2回も出てくれました。ありがとう、逆に呼んでくれてありがとう。え、今日は何しよう。なんか、うん、そう、石りとりはこの前やったから、うん、一心伝心ゲーム一心伝心ゲームね、一心伝心ゲームしようね。一心伝心ゲーム、え、でもこれってどうやってやるんだろう。一心伝心ゲームって何。なんか、その質問してきて、そう、思ってることが一緒みたいな。あ、はい、だから、うん、例えばファンの人にお題をもらって、うん、で、せーので言って、で、合ってるかどうかみたいな、うん、なるほどね。じゃあ、なんか質問もらって一個ずつ答えてく。うんうん。あ、はい、待って、イナジー、お、イナジー来た。いつまでイナジー来たイナジー来た、ありがとうございます。頑張って、もう最後か、ありがとう。今何位。2位。今2位。2位か。2位です。マジありがとう。あ、スイカさんも。スイカさん。本音は1位がいいよな。本音は1位がいいよな。そうですね。そうですね。まあでも、もう私は、配信をすることのみなので。お。イナジーさんとスイカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、でも130万ポイント
今？うん。あ、違う。結構の差がある。差があるんだ。結構あるね。うん。1位がマリアか。そう。マリアが1位。でもね、全員8なんだよね。だからこそなんか、ね、すごいよね。そう。わかる。競い合うことってあんま好きじゃないから難しいよね。そう。しかもファンの人もさ、やっぱ被ってる人もいるじゃん。うん、大変だわ、それは。ねえ。だから本当になんか申し訳ないけど、でもここまでね。でまあ、このままね、みんなで1、2、3で終わったら、素敵だね。ね、パンダさんも、え、じゃあ維新伝心ゲームのお題を募集します。うん、募集します。以前の嫁さんとは維新伝心ではなかった、むしろ反対。しかし夜のやりとりと、ごじゃあコメントなんか、夜のやりとりとご飯の好みだけは気があった。何それ何のコメント。え、知らない。維新伝心でもうちらは結構ね知ってると思う。維新伝心、好きな食べ物で維新伝心はできないだろう。うん、それだったら逆にお互いの好きなものを言うだったら、うんうん、維新伝心じゃないけど、でもそれもはや、あ、好きな季節とか、あーあー、いいね。決まった。ちょっと待って。 OK。あ、待って、でもちょっと待って。2択。4つしかない。4つしかないよ。4つしかないよ。春夏秋冬でしょ。うん、いや、うん、まあいいや、分かった。あ、何月かってこと。いやいい、うん、大丈夫、よし。え、待って、え、待って、これ合わせに、待って、確かに合わせに行くべきか。じゃあまずなーちゃんのからよ。なーちゃんの好きな季節はなんとか。いいよ、いくよ。せーの、夏。ほら、すごい、絶対そうだと思った。夏好き。え、でもなんせ初夏って言おうとしたの。あー、なるほど。なんかめっちゃ堅苦しいじゃん。なんか8月とか、そのガチな夏はちょっと苦手で、うん、暑すぎるから、うん、でもなんか夏が始まるっていう季節が一番好きなの。あー、なるほどね。だから初夏。でもそんな。そうね、まあ大まくに含めて夏ね。じゃあ、うなたん。やめ、決めちゃる。さっきからね、ちーちーうなたんって呼んでるゆうなのこと。やめて。LINE でもさ、えちうなって言ってくんね。えちうな。待って、その前に。はい。ただ、え、めっちゃ、ダイヤくん？あ、ダイヤくんとガリ3000、ゆうなのし最強レンジャーって書いてある。やった、ゆうなのし最強。嬉しい。ありがとう。ダイヤくん、前も。うん、投げてくれた。嬉しい。みんなも星投げてくださいね。コメントもね、カウントもね。ありがとうございます。じゃあ、ゆうなのやつ。いや、ゆうなは、多分、うん、あれだと思うな。決まった？うん、決まった。いくよ。せーの。の冬。春。違うんだよ。違うんだよ。嘘、意外。春服が一番色可愛い。あー、確かに。誕生日が春だから。え、冬じゃん。春か。3月30ですけど。春だ。でも、うん、桜も好きだし、うん、てかお花が好きなのね。あー。から基本春に咲くじゃん、花って。確かに。イメージ的に。そう。うわ、あー、マジか、うん、へこんでて。花粉症じゃないっけ。うーん、花粉症じゃない。あー、じゃあ好きだね。そう、だから好きだと。じゃあ終わっちゃったね、春。かわいそう。しかもなんかすごいさ、今年の春寒かったじゃん、ちょいちょい、うん、確かに。なんかあんま春感じれなくて、うん、ねえ。でも言ってたよ、あれ、お花見。言ってたよ。言ってたよ。でもお花見行こうって言ってたんだよね。うん、え、じゃあ私、ゆうなと夏にしたいこと話していい？うん。話して、いっぱい。まず、うん、ビアガーデンに行きたい。うん。え、ずっと言ってるよ。ビアガーデンに行きたいって言って。なんか、まあ、バーベキューでもいい。うん。うん。バーベキューかビアガーデンに行きたいのと、うん、あとはドライブ。うん。ドライブね。と、あと、でも海とかはあんま好きじゃないでしょ。
うん、泳げはしないけど、なんだか普通に水着着て、うん、海だーみたいなの好きだよ。ああ、じゃあ普通にカップが浮いてればいいってこと。あ、そうそう、海に感じるの好き。待って、さきちゃんとはるなちゃん、うん、嬉しい、ありがとう。はるなちゃんっていうのかな、はるなちゃん、ありがとう。吉田カレンジャー、んお酒の話あんましない？あんましないかも。うん、じゃあやめとこう。なんでいや、なんかあんま、うち結構お酒飲むんですよって話すんだけど。あ、そうなんだ。ね、なんかそう、人と飲むとかじゃなくて、お酒飲みますって話すの。ビアガーデン。りょうたくん。あ、りょうたくん？りょうたくん。優しすぎる、みんな。ありがとう。呼び捨てしちゃった。でも普通になーちゃんとお酒飲んだことはあるよね。うん、全然あります。全然あります。ありがとう。すごい差が縮まってる。でももうこれ終わったらあと1個なの、うん、もう枠が最後。そうだから、ドキドキか。限界ショールームさん、星3周できる時間帯。そうそう、うんうん。じゃあ大丈夫ね、待って、来た現代ショールームさんとお父さん、うん、あやね大仏、あやちゃんのファンだ。あやちゃん、あやねちゃんとね、やりたかったんだけど。あやちゃん舞台見に行こうよ。そうだよね。行こう、うん、楽しみ。稽古中？今稽古してるって。どういうお話なんだろう。なんかなんだっけな、あやちゃんがなんか捨てられた女の子の役みたいな聞いた。違ったかな。ちよりさんとか出るやつじゃないか。出ない、うん、あやちゃんだけ。それはマリアとか、うんうんうん、要点のやつか。要点か。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。ありがとう。泣ける泣けるね。けるじゃあ、でもなんかバーベキュー人とあんましたことないから。あ、でもちゃんとしたなんかバーベキューとかビアガーデンとかないの。うーん、結構インドアだから。確かに家族自体もあんまりいない。でもうちも、うん、あの自粛中の時にお兄ちゃんと、うん、なんかさ、うんうん、手軽にできるコンロみたいなの買って、うんうんうん、お家でやってたバーベキュー。うん、コロナの時は確かにやってた、ね、自粛期間。あと去年さ、うん、友達と一緒にバーベキューしたんだけど、うん、なんかその、うん、全部さ貸し出ししてくれる施設みたいなところ あるね、うん、なんか風がめっちゃ強すぎてお皿とか全部飛んじゃって、うん、そうでしょ。全然楽しめなかったんだから、うんうん、風がない日に行きたいです、ね、確かに。天気いい日梅雨が終わったら、うん、梅雨終わって暑くないすぐ、うん、7月の頭とかに行きたいね。うん、楽しみね。楽しみ。うん、ゆうなはやりたいことある？でもそれこそずっとビアガーデン行きたいって言ってるからビアガーデンめっちゃ行きたいし、うん、普通にお祭りとか行きたい。屋台いっぱい食べたい。確かにお祭り行きたいね。うん、あるのかな今年ね。なんかどっかあったらいいのにね。うん、とか花火大会とかね。うん、普通に花火したい。うん、しお泊まりも定期的にいっぱいしたいなって思ってるから今年はもう、うん、多分一番いいよね。でも私は一番してる。プライベートで一番合ってると思う。うん、だから月1月2くらいお泊まりしたいね。いいね。そしたらまた一緒に配信もしよう。ね、配信もできるし、うん、海行きたい。海行きたい。ライブして海行きたいな。いいね。じゃあ一日ゆなたの運転で。よかった。なちゃんはナビよろしくね。無理無理、うちナビできないから怖い怖い本当にね苦手なの。なんかその方向音痴とかではないんだけど、うん、むずいよね。でもナビを見るのが苦手で、うん、あの次の信号曲がってとかが分かんない。言えない。知ってる道じゃないと分かんないんですよ。そう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 。でも
プール行ったことあるよね。タイのプールとか2人で入ったもん。そうだ、貸し切りみたいな感じで。そう、なんかみんな来るのかなって思って待ってたけど誰もプール来なくて、うん、2人でずっとプール入ってた。でなんか入ってたらホテルの人がさ写真撮ってくれたんだよね。そう、タイの時も同じ部屋だったんだよね。うん、ね、めっちゃ楽しかった。もう早く、ね、あ、行きたい。タイ行きたいよね、うん、タイだけに。やばい、なんか今寒気した。え、やめて。なんか変なこと言った？言ってないよ。言ってない。中西会でなんかもしたい。 あ、確かに。なんか、あ、でも言ってるよね中西会のさ、うん、あのグループラインさ、うん、意外と早く終わるよね。なんか、うん、なんか続かないよね。続かない。全員がなんか会話しようとしないよね。おしゃれな、あ、おしゃべりな割にさ、みんな、うん、なんか LINE になると急に何？なんで七瀬にもリボンついてるのって聞いたら全員既読無視だよ。嘘、マジ？うん、でも私既読無視しがちなの。うん、なあちゃん既読無視するよね。そう、ヤスも意外とする。あ、ほんと？うん、ヤスさん、これなんて読むの？夜なんとか、夜なんとか、ヤスさん、タワー、ありがとうございます。タワー、ヤスさんとシュアトマーク7レン、名古屋の7レンジャーは岐阜生まれだって。お、岐阜のどこだい。でもさ、名古屋とかも行きたいって言ってるよね。ああ、そう、ね、私もおばあちゃん家が名古屋にあるからめっちゃ名古屋に愛着あって、うん、行きたいんです、ね、名古屋で仕事することとかもね減っちゃったしね。ね、そうなんだよね。イベントあったら行きたいのに。前は劇場とかもさよくやってたじゃん。うん、行ってた、マジでね。だからあれだけど、うん、でもさ、インスタライブって4人とかでできるんだよね。あ、そう、昨日もね話してた。中西会で4人でやろうみたいな。やりたいよね。うん、普通にやりたい。じゃ楽しいじゃん。絶対楽しい。楽しみ。ね、でもさ、なんかみんな、うん、きなことかさ急に静かになるじゃん。ファンの人に見られてるって思うと。うん。だから裏でしかふざけられない。そうなんだよね、もったいない、うん、本当に、ね、もったいないよね。あれを出してほしい。可愛こぶるよね、ひなこって、うん、ね、うん、どうだっけ、このちよりさんめっちゃさ力作なんだけど。こういう顔するよね。口がちよりさん、なんでさそんなうまいの？なんで、なんでだろう。で見て書いてるよ、写真を。でも書けないよ、そんな上手に。この隣の猫みたいな、これ誰？これもちよりさん。これはなんかだいぶ前に鳥をやってた時のちよりさんの顔、うん、え、ちょっと若いな。ちょっと若いね。なんかさ、ほうれい線がさ、やっぱほうれい線っていうの、あ、ほうれい線上手だよね。え、これ誰かわかる？誰これ？ヒント。ヒントはメンバー、これ。うん、あの後輩。福留。正解。でもこれあんま似てない。なんか。でもちょっと似てんの、おもろい。怖い。うまいんだけどな。なんでだろう。怖い。え、でも可愛いでしょ。動物は可愛く描けるよ。それ何？キツネ？これはフェレット。じゃあ一つ聞いていい？これ何かわかる？うん、あの昨日絵しりとりしてたの。これ？何これ？インディージョーンズ？すごいね。すごかったね。でもインディージョーンズって骸骨で、あ、出てくるか。なんか、うん、いるな、うん。これもうディズニーマニアしかわかんないんじゃない？ね。なんかファンの人全然分かってなかったけど。ヒレ分かった。ヒレ。あー、これね、うん、でも上手。これは20。おー、すごい、嬉しい、すごい、うまいね。やっぱ分かんない、確かに分かんないまま見てると確かに、うん、うまってなる。
旗から見てるとこんな石取り楽しいんだねやってるのも楽しいけど確かに。でもむずいよね、なんか、うん、うまく描けない、見ないと、うん、一心伝心終わっちゃったよ。あ、そうだ、やろなんかあるかな、なんか来てるかな、なんか一心伝心してるってでも来てる。そう、なんか考えてること一緒なんだよね。うん、結構そうだよね。うん、考えてること感じること思ってることが一緒だから、多分性格とかは、うん、なんか一緒じゃないかもしれないけど、うん、なんか考えてることが結構よく一緒、思考が一緒なのかな。こう、確かにそうかも。何が一緒なんだろう、何なんだろうね。でも思ってること一緒だよね。うん、いつもなんとかだと思ったって言ったら、え、そうだよねって言うから、ね、そう、うちもなんか大体、うん、え、これさ、ああじゃないとか言うとさ、うちも思ったみたいないつも言ってる。共感してくれるのよ、うん、だから嬉しい。うち共感をしてほしい派だからさ、うん、なんか梅ちゃんでも性格違うんだよな。そう、性格は多分違う、うん、全然違うと思う。なんか、うん、でもなんか苦じゃない、全然。うん、苦じゃない。ありがとう、ありがとう。今食べたいものは？あー、いいよ。今めっちゃお腹空いてる。待って、うちもまだ食べてないんだよね今日。待って。オッケー。待って、どうしよう。あ、OK OK、 いくよ。でも違うの、違うの多分。まあいいや、いくよ。違うと思う。せーの、タンバーガー。あ、待って、タンも迷ったの。迷った、マックって言おうとした。マック、あ、すごえ、怖い、怖。マックか、でもタンで迷って、え、うちも怖、やば、怖っ怖。え、でもあのスタバーも迷った、ちょっと一瞬。あー、ちょっとチームス、でもほうじ茶をさ、うん、がなくなるからさ、うん、なんかめっちゃ名残惜しいんで、この前さ1日に2回飲んだのね、うん、そしたらちょっと飽きちゃって。うっそ。え、でもなんかね、ファンの人がね、ほうじ茶クラシックティーラテに、うん、キャラメルソースと、うん、ホイップ追加すると美味しいよって言ってたから。やってみよう、今日飲もうかなって思ってきて。うちも飲もう。え、だっていつだっけ、6月もう来月でなくなっちゃうらしいよ。そんなことある？でもさ、1年限りだったんだっけ。ねえ、そんななんかなくなっちゃうんだと思って、ね、悲しい。やだな、うん、悲しい、うん、だってじゃあもうスタバ行くことなくなるんじゃない。え、そう、だから本当にスタバに行く理由がなくなるから、うん、まあ痩せれるっちゃ痩せれるけどマジでさ、もうやばい、ね、あれの時もめっちゃ飲んでたよね。うん、めっちゃ飲んでる。週1ペースで飲んでるから、それ太る、うん、それそう。はるちゃん、はるちゃん、京都はるちゃん、ありがとう。なんか旅行行きたい、普通に。え、連れてって。うん、普通に熱海とか行きたいんだけど。ああ、いいね。ディズニーも行こうって言ってるもんね。うん、熱海、熱海、うん、え、あのさ、うん、熱海って島？島じゃない、伊豆大島だっけ、熱海って。熱海って伊豆を、伊豆はある、伊豆は、伊豆はある。あ、伊豆はある、伊豆はあるけど、伊豆って島なの？島じゃなく、え、伊豆大島って言わない？いいよ、いいよ。それ伊豆半島？伊豆半島、んー、でも行きたい、熱海熱海、違う、爽やか食べたことないの。あー、え、岐阜ないんだっけ？あ、静岡だけか。うん、え、行こうよ。うちのおばあちゃん家に行った時にね、うん、食べに行くんだけど、マジで、うん、もうあれは食べてほしい。なんかさ、その爽やかが有名になってから結構、うん、爽やか
風みたいなハンバーグ、うん、ハンバーグ屋さんにさ、うん、そのげんこつハンバーグみたいなハンバーグあるけどさ、うんうん、やっぱ違う気がする、うん、いやそりゃそうだよ、だってめちゃ並んでるよね、2時間3時間並ぶみたいな、ね、そう朝からその時もオープンと同時に行ったけどもうめっちゃ人並んでて、うん、そうなんだ、すごいよ、旅館泊まりたいんだよね、あーいいねいいね、うん、旅館、でもランドも行きたいし、行きたいとこいっぱいあるんだよね、うちさトイストーリーホテル泊まりたい、え泊まりたい、泊まりたいよね、うん、ね、この前行った時にさトイストーリーホテルを見たのね、うん、遠くからだけど、うん、めっちゃ良くて、あいいなと思って、ね、えでもさ4万とか5万とか泊まれるんじゃないっけ、そうなの、私ディズニーのホテル泊まったことないの人生で、うちもないよ、泊まりたい、ね、でもそう、でもミラコスタとかも調べたけどミラコスタが結構高いからトイストーリーホテルだと4万、うん、5万くらい、だったから、じゃあ反発すればいける、うん、待って、はい、いつの間にこんな時間です、ね、もうあと3分ね、とりあえずランキング読むね、うん、いいよ、と13位はお父さんアットマークあやね大福さん、ありがとうございます、あやね大福、12位は関アットマーク奈良忍者さん、ありがとうございます、11位はスイカアットマーク稲取丼さん、ありがとうございます稲取丼、稲取丼、10位はダイヤくんさん、ありがとうございます、9位はヤスさん、ありがとうございます、8位はひなアットマーク吉田カレンジャーさきちゃんフレンズさん、ありがとうございます、7位はイナジアットマークいつまでもユーナを彩りました、ありがとうございます、やめたやめた、6位はシュアットマーク名古屋の7レンジャーは岐阜丸さん、ありがとうございます、5位はリョータットマーク鳥もも推しゆうなからくまさんお届け七瀬がんばれさん、ありがとうございます、がんばれ、4位は限定ショールームアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます、3位は梅ちゃん大阪毎日ラジスキビアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます、2位はパンダアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます、そして1位はヒデツアットマーク最終枠は見れませんが楽しい配信いろいろありがとうだ、泣きちゃう、泣いちゃうね、いっぱい頑張ったね、本当にありがとうみんな、じゃあさらっと読みます、はいお願いします、13位すみれちゃん、12位ダイヤくん、11位やすんさん、10位ゴーンさん、9位ペロペロチーノさん、8位タランボさん、7位シンケザットマークナタリドンさん、6位マボロシさん、5位アキークさん、4位テルキチャットマークうなうなたんたんうなたんたんさん、3位チョロさん、2位ゆうきさん、1位イナジーアットマークいつまでもゆうなに踊りましたんです、ありがとうございました、ありがとう、なっちゃん最後何時から、6時、最後は18時50分かな、18時50分から、うん、からもうラストまで、分かった、星投げに行く、え、マジ？うん。嬉しい、ありがとう。みんなコメントもして。うん。うん、ありがとうございます。本当に頑張れなあちゃん。ありがとう。頑張ったね。遊ぼうね。うん、一週間落ち着いたら遊ぼうね。遊びましょう。うん。いっぱいラインしよう。こちらこそありがとうございました。これどっちが、何ですか、切っていいんだっけ？うん、なあちゃん切っていい。じゃあ30分になったら切るね。うん。ありがとう、大好き。大好き、また LINE するね、うん、じゃあね、頑張ってね、うん、はい、なっちゃんも頑張ってね、バイバイ、切りまーす。これもう、で、あ、こうなってんのか、やっぱなんかさ、大好きってさ、ちょっとさらっと言われるとちょっと恥ずかしくなっちゃうよねっていう部分はありますね、ありますね。そう。でも本当に、なんだろう、本当に一番メンバーで、なんだろう、思ってることも一緒だし感じることも一緒だし、なんか好きなものも一緒だし性格は違うけどね、そうからなんか一緒にいて楽だし、なんかメンバーっていうよりなんか友達の方が近いのかな、普通になんかプライベートでも一番合ってる
奈々ちゃんなので本当にお世話になってるから、皆さん最後18時50分から最後までちょっと奈々ちゃんに力を貸していただけると、なんか私も嬉しいなって思います。本当に仲良くて、なんかましてこんなイベント期間にコラボ配信2回も私がしていいのかって思ったけど、なあちゃんがしてほしいって言ってくれたから本当に嬉しかったし、そうってくらい、それくらいもななちゃんが大好きなので、なんだ、ななせって呼ぶのも好きなんだけど、なんかすごい自分だけの特別感でなあちゃんって呼ぶのがすごい好きなので、本当にもうこれは大好きなので、もうめっちゃ言うけど、最後もの枠も皆さん、あのなあちゃんのことフォローしといて、忘れずに星投げだったり、まあ、生きればギフトだったりとか投げてくださると嬉しいなと思います。ごめん、さお腹もめっちゃ鳴る、お腹空いたから、ほらなんでかって、何も食べてないまだ、なんか食べてから帰ろうかな。なんかある？今日は楽しみなことがあるので、またメールかな、メールか SNS で報告します。ショールームはどうしようかな、夜時間ありそうだったらするね、まだわかんないですけど。じゃあ